はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今日はメガネつけてます。U さん A が入ってきました。ここにあります、まあ学校にあるような普通のピアノになりますが、あ、今買えば高いですよ。中古でね、十分です。で、ここに U さん M があるんですが、ここにもねあるんですが、 U さん M のね製造番号が338ですから、 U さん A の方が新しいですね。こちらね U さん A 4141426と、こういう製造番号で、なんかすごいね、すごい綺麗です、すごい状態です。だからもう普通のピアノでいいよってね、見た目木目じゃあんな、コテコテのじゃなくていいよって。で、まあ、背が高いので音が良くて、で、まあ、そこそこの価格であればという方なんかは U3M か U3A どっちかがねいいかと思います。もうあの本当にヤマハの高級なのでね、鍵盤の状態もすごい綺麗で、ただちょっとねここにひびが入ってるでしょ。これ多分ねアルコールのついた手で弾いたのかもしれない。ひびじゃなくて、これは傷かな。これ磨けば治るかもしれません。もし治らなかったら鍵盤張り替えますのでね、まあ、いけるかもしれませんね。外装もすごく綺麗です。大きなゴツンとした当て傷はなさそうですね。こういう状態になりますね。中はさっき見ましたよね。で、音の方ですが、聞いていただきたいと思います。まあ、間違いないですけどね、この辺にしとけば、もうヤマハの高級モデルですから、色とか、そういうのにこだわらなければね、いいと思います。音聞いてください。ヤマハ特有のクリアな、この辺の大型モデルってね、重低音もしっかりしてまして、例えばすごい豊かでしょう。ワーンときますからね。で、やっぱりヤマハの特徴は高音側のコロコロした音、この辺ね、ああいうことね、素晴らしい。表情がすごい豊かな音ですよね。いろんな感じの音が出せるっていうのが、まあ、このピアノの特徴かなと思いますね。ヤマハの U3A です、ご希望の方はご連絡ください。黒い普通のピアノですけど、普通のピアノですが、まあ、ものは最高級ですね。どうぞおっしゃってください。それではさよなら。